スクエニさん、スクエニさん、私は今スクエアエニックスさん、あなたの心の中に直接語りかけています。先日ファイナルファンタジー7が発売してから25周年でしたね。ファイナルファンタジー7リメイクの続編をみんな待っています。どうなってますか、スクエニさん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 、ファイナルファンタジー7リメイクの続編どうなってるんですか。どうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。いや、どうなってますか、どうなってますかね。ファイナルファンタジー7リメイクの続編なんですけど、私ね、ファイナルファンタジー7リメイクが発売されて、その後リメイクの続編はそんなに遅くないんじゃない、みんな5年後でしょ、7年後でしょとか言ってるけど、そんなにはかかんないと思うよ。だってシリーズものってそんなに話したら旬も過ぎちゃうからね。だから1年2年で出すんじゃないっていう予想を立ててました。そろそろ2年が経ちます、どうなってますかね、スクエニさん。ということで、今日はそんなお話です。ファイナルファンタジー7の25周年、1月31日でね、25周年、この動画出るのちょっと何日か遅れちゃってるんで、少し旬を過ぎてるかもしれませんけれどもね、25周年っていうこともあって、FF7 リメイクのプロデューサー兼 FF7 のディレクターだった北瀬さんや、FF7 のキャラクターデザイン、FF7 リメイクの、プロジェクトクリエイティブディレクターの野村さん、それぞれね、メッセージを発しておりました。FF7 は、ファイナルファンタジー7リメイクや、ファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーによって、再びシリーズ最新作として再始動しました。今後のさらなる展開にご期待ください、と、北瀬さんの言葉もありますし、リメイク以降始動した FF7 のプロジェクトはまだまだ続きます。この25周年を通過点として今後もスタッフ一同邁進してまいりますので、引き続きよろしくお願いします、と野村さんの言葉があります。いや、セブンリメイクの続編の情報は、情報は、情報を出すんだったらもういいタイミングだったんじゃないの。25周年みんなワクワクしてます。ここで映像バー、ファイナルファンタジー7リメイクの続編の映像ドーンみたいな、発売日来週ですドーンみたいな、さあってもよかったんじゃないのそれは無理だな、それは無理ですね。ファイナルファンタジー7の25周年はその当日だけを盛り上げるという感じではなくて、この1年間をかけてファイナルファンタジー7のコンテンツを盛り上げていくというような感じらしいです。いや、でもそろ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 なんか次の話欲しいねってやっぱ思っちゃうじゃないね。野村さん以前なんかのインタビューでさ、今クラウドがなんかその大地走り回ってますみたいな話してたじゃないですか。まあ要は絶賛作っててね、まあそのフィールドを駆け回ってるクラウドとかっていうのも今画面上に映し出せている、それぐらいの状況になってきてるわけですよね。それ見せて、それ見せて、それを見たい、それチラッとでもいいから見せてほしい、すっごいチラ見せでもいいから、なんか一瞬パパパパってさあさあさあって、なんかこうパパパーって目隠しされてる中でちょっと映してます今みたいな感じとかでもいいし、なんならモザイク越しとかでも構わん。俺だってモザイクとか俺すごい薄めにしたら俺見えるもん、かーって、そうやって俺乗り越えてきたもん、いろんなモザイクを、ね、だからモザイク越しとかでもいいから、ちょっとそれ見たい、それめっちゃ見たいなって、お願いします、頼むよ頼むよ。まあそんなダダッコみたいな話しても始まらないので、まあファイナルファンタジー7リメイクいつぐらいになるのかね、あ、いろんなね、状況を加味しながら、ちょっといろいろそう、予想を立てていきましょうよ。2020年4月10日にファイナルファンタジー7リメイクは発売されました。もうすぐ2年が経ちますね、といったところですね。そして、2021年翌年の6月10日には、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードが発売されましたね。そして、じゃあ2022年、今年のスクエアエニックスのゲームソフトラインナップってどうなってますか？なんですけれども、今んとここうなってます。コンソール機だけです。スマホのゲームは抜いて今映しておりますね。で、これだけある中で結構なラインナップだよね。あ、2022年スクエアエニックスのちょっとその HD ゲーム事業、コンシューマーのゲーム機に出すゲーム事業、結構すごい充実してるなって思うんですけど、これね、このゲームのラインナップのうちほとんどが、年度で言うと2021年度のゲームになります。2022年度のゲームは2本ほどしかないね。ドラクエ10とフォースポーク。会社の決算はまあ年度ごとでやっておりますので、要は4月、3月っていうような形でやっておりますので、そういうだから区切りでいくと、2022年度のゲームはまだほとんど発表されていないというような形になっております。
まあ、なのでもちろんね、今後発売されるものがこれから発表されていくというような形になっております。でね、スクエアエニックスさんの最近のね、まあ、業績とかを見ていくと、今後どういう動き取ってくるかなっていうのはね、やっぱ見えてくると思うんですよ。今から話す内容は2022年度第3四半期の決算のお話は含まれておりません。そろそろね、その辺の業績説明会とかあると思うんですけど、まあ、発表されてないので、ちょっと古い情報を元にしておきますけれども、2021年度は、進捗ちょっと悪いんですよね、スクエニさん。まあ、とはいうものの、わずかに悪いっていう感じなんで、まあ、後半で十分取り返せる感じかなと思います。ファイナルファンタジー14の拡張パッケージとかも発売されてて、結構でかいものが出てるので、ひょっとしたらひっくり返ってる可能性はあるかなと思いますし、さっきのゲームのラインナップは、今年度のゲームラインナップなので、ちょっと苦戦している HD ゲーム事業、コンシューマーにゲームを出すっていう、その事業の部分が苦戦してますが、その辺がうまくひょっとしたら数、玉数の多さでひっくり返せるかもしれません。HD ゲーム事業なんで苦戦してるかっていうと、その前の年にファイナルファンタジー7リメイクが発売されて、それと同じぐらいのでかいタイトルがなかったんで、ちょっと苦戦気味っていう感じなんですけども、それでもね、苦戦幅はやや少なめっていう形なんで、玉数でうまくね、ごまかしてるとか言っちゃダメですね。うまく、なんだろう、カバーできてる、そんな感じがあるよねっていうところ。まあ、変な話、2021年度の進捗が良ければ、これらのゲームラインナップの何発かは、2022年度に回すこともできただろうにね。まあ、それができなかった、あるいはやらなかったっていうことは、まあ、いろんな理由が考えられる。さあ、単純に2021年度もちゃんとプラスの形状をしておきたいわけですよ。プラスで終わりたいと。ね。会社の業績がマイナスになってるとかね、前年割れてるとかってなったら、ちょっと株価にも影響するし、まあ、ちゃんとプラスに持っていきたいっていうのもあるだろうし、あるいは2022年、でかい何か強い何かが用意確保できる可能性が高いからっていう話もあるっちゃあるよ。これはまあただの憶測ですけれどもね。まあそういった流れから2022年度に大きなゲームタイトルをね投入する可能性は非常に高いかなと思います。ただ正直大本命は FF7 リメイクじゃなくてファイナルファンタジー16が大本命かなっていう気がします。新しい映像をポン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 出してきているわけではないんですけれども、どうもゲームの制作の進捗自体は結構良さげで、もう繰り返し、投資プレイを何度も繰り返して、ブラッシュアップしていくような段階にもう入っているみたいなところは吉田さんもね、なんかでおっしゃってましたよね。なんかで言ってた。なんかで言ってた。本来であれば去年に、次のね、情報を出してくる予定だったんですけれども、今年の春頃には、次の新しい情報を出せるかなというような形に現在なっております。なので、っていうことは、まあ、今年の年末に出すゲームの溜まって、まあ、春にファイナルファンタジー16の情報を出して、年末ぐらいに発売っていうのが、まあ、想像できうる、シンプルな流れかなというような感じだとは思うんですけれども、でも本当にそれでいいんですか、スクエニさん。お、スクエニ、スクエニ本当にそれでいい、聞いてんのか、スクエニお前。お前、スクエニお前、泣いてんのか、お前。せや。あ、これはごめん、一応やっとかないと、なんか、一応やっときたかっただけ。もう大体の人がもう予想ついてる感じのね、トークになっちゃってるけど、申し訳ないなと思うんですけど、2021年ファイナルファンタジー14の拡張パッケージで、ね、まあ、吉田さんのね、功績は大きいかなと思うんですよ。ゲーム事業に関する。ね、MMO 部門に関する功績だけども。で、その翌年も、FF16 で HD ゲーム事業、吉田さん。ちょっと吉田さんにおんぶに抱っこ状態になっちゃってますよね。会社としてはなんかまあ、吉田さんワンマンのパワーってわけじゃないよ。作ってるのは吉田さん一人なわけじゃないし、ディレクターも いらっしゃるし、まあ、開発してる人たくさんいるわけだからあれだけれども、でもちょっと中心人物のパワーとしてちょっと強すぎじゃないかと。吉田さんのパワー。まあ、すごい優秀な方なんだなっていうのはお話聞いててもわかるし、作ってる作品とか、作品の成果、見てても、うわ、吉田さんってやっぱりすごい方なんだろうなっていうのは、まあそれね、分かってしまうところではあるんだけども、ちょっとね、その一人のね、大きな力に任せきりになると大きな会社っていうのはちょっとやっぱり危険じゃないですか。危険ではないけれどもさ、危険ではないけれども、ね、やっぱり2022年はちょっと吉田さんのパワーだけじゃなくて、やっぱ違うパワーやっぱり欲しいですよね、野村さん。ね、野村さん。いや、でも野村さんはストレンジオブパラダイスが、
もう野村さんだから、なんか2022年、年度じゃなくて2022年っていうくくりで考えた時に野村さんのパワーもそこにあったりはするんだけれども、でもなんかね、なんかちょっともうちょっと欲しいじゃない。でね、あとね、ファイナルファンタジー7エバークライシスが2022年に配信予定なんだけれども、え、待ってごめん。2022年の FF7 関連ってそれだけで終わり？終わりかな？いや、やめてほしいな、それは。いや、言っとくけど俺ね、ファイナルファンタジー7エバークライシスはね、すごいいいと思うよ、あれ。だって俺、なんなら俺あれ普通にじっくり腰を据えてコンソールで遊びたいもん。PS5、あるいは、スイッチ。別に画質どうにかしてくれとか言わないから、別にそれそのままでいいから、ちょっとコンソールで遊びたいなとかってちょっと思ってる。俺、なんかそのスマホのこういうのはちょっと苦手なんで、ちょっとできればそうしたいなとか思ってるんだけど、あのリメイク俺全然ありだと思ってんのよね。あれありだろちょっと思ってるんですけれども。まあ変な話、今、スクエアエニックスさんのモバイル事業ってでかいんですよね。会社の中で一番その金額動いてるのってモバイル事業。なわけですから、正直エバークライシスに一番力入ってるんだろうなっていうのはわかります。わかります。で、そのエバークライシスでね、まあスマホだから正直新しい新規のプレイヤーやファンを獲得できる可能性非常に高いですし、おそらくたくさんの人が手に取るだろうなと思います。で、そこエバークライシスで FF7 の新規のお客様をガッと獲得した後に FF7 リメイクをリーズナブルな価格で出す。廉価版として。2キュッパか3キュッパぐらいで発売して、そしてその翌年に FF7 リメイクの続編、うわ来年じゃんうわ来年じゃん、結局2023年じゃん、結局そうなったら。いやでも俺まだね、 FF7 リメイクの続編今年の可能性もまだあるなっていう道筋シナリオもまだ思い描いてて、それただの願望じゃんっていう話もあるかもしれないんだけど、いや変な話、今年のさ春にファイナルファンタジー16の情報来るっていう風に今なってるじゃないですか。なってるんですよ。吉田さん曰くまだまだ出せないゲーム作品とか、まだまだその見せられないようなゲーム作品の情報出したくないって言ってるから、次にファイナルファンタジー16の情報とか映像が出るとしたならば、それはもう確信をついた情報なんだよね。もうすでに発売時期や発売日ぐらいまではもうなんか背負い込んで多分情報発信してくるような気がするんですよね。だからもう春に情報発信されたら正直年末発売だなって思うんだけれども、だけれどもただちょっと考えてほしいんですよね。 FF16 ってPS5 のみなんですよ。 PS4 版作ってないと思われるなんですよね。で PS5 の流通少ないから、できれば出し惜しみしたいなってっていうところがスクエニにはあると思うんだよね。もっともだってスクエニの中で2大看板だよ。ドラクエと FF 2大看板の中でナンバリングをまだ流通しきってない、そのゲームハードで出したいかって言われたらね、いやもちろんそのソニー的にもその早く出してほしいだろうし、けれども本来であればもっとゲーム機作って売れてる予定だったわけだよね。その半導体不足とかそういう影響がない中で計画もともとスタートしてたわけだから、っていうのを考えたらちょっと発売もう少し待つみたいなことは FF16 に関しては全然ある可能性あると思ってる。もう完成いける、もういけるけどもうちょっと待つみたいな感じはあってもおかしくないと思う。その PS5 のファーストタイトルとかだったらそうはならないと思うけど、サードのゲームだからそれしてくる可能性あるんじゃないかと。でその代わり、じゃあゼロスクエニじゃどうすんのって話じゃない。その代わり FF7 リメイクの続編 PS4 と PS5 版両方で展開する予定で開発してました、春に FF16 と一緒に7リメイクの情報も一緒に出しちゃうみたいな、一緒に出しちゃって7リメイクの方今年年末出しますみたいな、そのシナリオで行こう、それで行こう、俺それがいい俺そのシナリオでします。俺もまあそれじゃなかったら俺もうあれだわ、いいんですかスクエニさん、俺もうそれじゃな、それ来なかったら俺パソコン版の FF7 リメイク買っちゃうよ。俺パソコン版のでモッドとか入れちゃうよ。そのティファとかエアリスにセクシーな衣装を着ちゃうモッド入れてプレイしちゃうけど、いいんですかね、いいんですか。ちょスクエニさん的にはさ、そのパソコン版の FF7 リメイクのモッドってどうなの、あれ何、あれありなの、ユーザーの方々どうぞ別に楽しんでくださいな、そういうスタンスなのかな、どっち、それだけ聞きたい。それ OK なんだったら俺遊ぶよそれ
遊ぶし動画にもしたいんだけど、その辺どうなの、どうなんですか、スクエニさん。ちょっとあの連絡お待ちしてます。ちょっと連絡待ってます。連絡なんか来ないんだよ、スクエニさんから連絡なんか来ないわけなんですけども、まあ、そんな感じなんじゃないかなと。なんかすげえごちゃごちゃ喋ったけれども、ちょっと一回まとめるよ。2021年の、その、スクエニさんの業績の感じから見てると、2022年はちょっとでかい玉用意してそうであると。で、現状考えるでかい玉って何って言われたら、まあ、FF16 が可能性としては高いけれども、PS5 の流通の関係から来年に回したいんじゃないかな。そうなった時に、隠しで取っておいた玉を出すしかないよね。それ何？セブンリメイクです。ありがとうございます。っていうシナリオを描いてます。描いてます。そういう今日はね、そういう願望を話したかったんで、そういう話でした。ね、近いうちに多分 FF じゃない、スクエニさんの決算、2022年度3月期の第3四半期のね、業績説明会があると思うんで、まあ、それ見たらまたなんか見えてくるところもあると思いますので、それがあったらまたもう一度もう一度、おい何やってんだよスクエニみたいな感じの動画撮ります。よろしくお願いします。ということで今日の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。